バレです。いや、しかしめっちゃ落ち着きますね。気持ちがいい。僕が今見てる景色こんな感じです。ちょっとカメラ切り替えますね。なんかこの倒木の感じもいいですよね。とても立派な木ですけど、台風か何かで倒れてしまったんですかね。あんな感じで引っかかってます。ここめっちゃいいとこなんですよね。なんか思いがけずいいとこ見つけちゃったな。ちょっとカメラ揺れちゃって申し訳ないんですけど、こんな感じでまだまだ奥の方まで行けますね。さっきの倒木があるんで、あれ以上は車で進めないんですけど、まあ獣道ってわけじゃないですけど、人が歩いたような跡がありますね。さっきのところに車を止めて、ここら辺で遊んでもいいですね。今日時間があったら本当はハンモックとかもやりたかったんですよね。こういうところでハンモックやったりしても気持ちよさそうじゃないですか。うん、緑が綺麗だ。はい、あがるです。片付けが終わってですね、これから帰ろうかなってところなんですけど、自然の中で遊ばせてもらったんで、最後ゴミをですね、まあ、あるかどうかわかんないんですけど、もしゴミがあればちょっとここら辺周辺をですね、ちょっとゴミを、落ちてるかどうかゴミ拾いをして帰りたいなと思います。自然奉仕ですね。これです。はい、上がるです。帰る前にですね、ゴミ拾いの方をしてきました。瀬戸物の割れたようなものだったりとか、多分サバイバルゲームをされたんでしょうね。BB 弾っていうんですかね、プラスチックの弾なんかが落ちてました。ちょっと BB 弾の弾は拾いきれないんで、ちょっと数を決めて何個拾ったら今日はおしまいみたいな感じで。でもここ結構僕初めて来たんですけど、すごくいいところだなと思って、遊びやすいなと思って、なんで僕が来るたんびにちょっとずつですね、ゴミをこう拾える範囲内で拾って、ここの自然の豊かさを、に貢献できたらなと思います。いいとこだな、また遊び来よう。そうしましたら、あがるです。